最新鋭ステルス護衛艦の死、炉が進水式を行いました。今回の城の特徴と今後、海上自衛隊の構図を変える護衛艦、では詳しく見ていきますね。今後省力化は必須ですが、中国がショックを受けているでしょう。2021年6月22日、海上自衛隊のもが、身型護衛艦の3番艦にあたる艦艇が、の城と命名され、建造を担当している三菱重工業の中崎造船所で、進水を迎えたことが多くのマスコミにて報道された。もが、身型護衛艦は、1番艦、も、神が、2021年3月、2番艦、熊野、が、2020年11月と順序が逆になりながら進水しているが、両艦は来年。2022年3月、の城は、2023年3月に、収益予定となっている。の城は、基準排水量3900トン。満載排水量5500トン、全長 132.5 メートル、全幅 16.3 メートルの艦体に、ディーゼルと、ガスタービンを併用した機関部を採用し、合計7万馬力で約30ノットの、最大速力を誇る。海上自衛隊では、一括りに護衛艦と呼称されている、水上戦闘艦だが、諸外国の海軍の艦艇で言えば、の城をはじめもが、身型はフリゲート艦に、相当し、駆逐艦とコルベットのちょうど中間に位置づけられる。海上自衛隊の護衛艦といえば、弾道ミサイル防衛も担うため、イージス。システムを搭載した、アメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにした混合型、アタゴ型、マヤ型が有名だ。これらの艦艇に比べれば、の城は小型でコンパクトなサイズであり、小回りの利く多目的な艦艇として、今後の海上自衛隊の主力を担うことが期待されており、現状22隻ほどの建造が予定されている。海上自衛隊内の区分としては、前述のマヤ型等が、DDG、ミサイル護衛艦、出雲、型などが、DDH、ヘリコプター搭載型護衛艦とされるが、も、が、身型には、新たな FFM という、監視記号が用いられている。も、身型のこの FFM という監視記号は、フリゲート艦を表す FF と、嫌い、マイン、多用と、マルチパーパスの M を組み合わせたものと、されており、その名の通り、嫌いの付設、除去機能も付加されている。またもが、身型護衛艦は、新時代の艦艇に、ふさわしい省力化が推進されており、前級にあたる、阿武隈型護衛艦の120名に比べて、30名も少ない。乗員総数90名での運用が可能で、うち1割ほどが、女性自衛官を想定している。慢性的な定員不足が指摘される海上自衛隊にとって、この点は地味ながら、非常に重要な要素と言えそうで、合わせて、同型艦の艦内の仕様をすべて統一することで乗組員を複数の艦艇に乗務可能とする効率化も目指している。ちなみに前級の阿武隈型は1989年から6隻が就役中であり、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル。全幅 13.4 メートルの艦体で、合計 3.63 万馬力の機関部で、
約27ノットの最大速力だった。単純に艦の容積として、能代遠野もが三型は前級である阿武隈型の2倍に近いサイズ艦ながら、乗組員数では逆に3割近い人数を削減することに成功しており、運用効率に優れることが見て取れる。またもが三型の特徴は、ステルス性能を強く意識し追求した艦のデザインであることがうかがえ、艦橋をはじめ船体上の構造物が傾斜のついた直線を基調として配置されており、非常にすっきりとした印象である。ただし個人的にはこのあたりの近年のフリゲート艦は世界各国でステルス性を追求した結果、どれも似たようなデザインとなっており、かつての艦艇のように国ごとの特性があまり感じられないことは残念にも思う。さて、能代の兵装面だが、主砲に62口径5インチ単装砲を1機、近接防空ミサイルのシーラムを1機、4連装の17式。艦対艦誘導弾発射塔を2機、3連装の。HOS303 単魚雷発射艦を2機装備している。そして、これも、1番艦、も、神谷2番艦、熊野、と、同様に、能代も、MK41VLS を16セル搭載可能な仕様にはなっているものの、ミサイルの選定や予算上の問題から、後日の搭載へと、後回しにされている。MK41VLS が装備された場合には、従来よりも射程距離を大幅に延伸した。艦対空ミサイルや艦対艦ミサイルの搭載を可能とし、敵との最前線での対峙を担い得る戦力として期待されるだろう。また、追潜水艦用の装備としては、前述の3連装の HOS303 単魚雷発射艦。2機の兵装に加えて、OQQ-25 型の水上艦艇用ソナーシステムが搭載され、敵潜水艦の探知から攻撃までを行う能力を備えている。また、従来は、もっと小型の専用の掃海艇等が行っていた機雷戦の任務を、も、が三型では実施可能となっており、OQQ11 型の機雷戦用の、ソナーシステムと機雷捜索用と排除の2種類の無人機を、運用可能となっている。この機雷の敷設及び除去の能力は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島の島嶼部防衛に向けた要求から実装されたものと思われ、機雷による海上封鎖や逆に除去による上陸作戦の支援等が見込まれている。近年の艦艇の例に漏れず、能代も艦尾にヘリコプター用の甲板と格納庫を備えており、艦載機として、哨戒用の SH-60kg ヘリコプター1機を搭載しており、各種の哨戒任務も可能となっている。